アナトリー・オレクサンドロベチ・ティモシュチュクは、ウクライナ出身の元サッカー選手。元ウクライナ代表である。ポジションは MF。ティモシュクと表記されることもある。ウクライナ国内で実施されたファン投票で、同国史上最高のサッカー選手に選出されている。1997年、18歳で FC シャフタール、ドネツクに移籍した。シャフタールでは3度のウクライナリーグ優勝。 三度のウクライナカップ優勝、一度のウクライナスーパーカップ優勝を果たした。2007年、ユベントス FC やセルティック FC からもオファーがあったものの、FC ゼニトサンクトペテルブルクへ4年契約で移籍した。移籍金は旧ソ連時代を含めロシアリーグ歴代最高の2000万ドルである。彼はすぐにゼニトのキャプテンになり、ロシアリーグ初優勝を果たした。 2007から08シーズンの UEFA カップではビジャレアル CF やバイエルミューン編などを破って優勝した。UEFA スーパーカップではマンチェスターユナイテッドを破った。2009年2月2009から10シーズンからバイエルミューン編に移籍することが発表された。移籍金は1100万ユーロで3年契約。8月8日。 開幕戦の t s g 戦8 9 9ホッフェンハイム戦でデビューした。中盤の底を務めていたマルク・ファン・ボメルに代わって80分に途中出場した。2009から10シーズン序盤戦はファン・ボメルが負傷欠場していたためアンカーの位置で重宝されたが、中盤戦以降は4から4から2フォーメーションが採用されたために出場機会は減った。 UEFA チャンピオンズリーグではグループステージ突破をかけたイベントス戦でダメ押しとなる4点目を決めた。決勝トーナメントではアクフ・フィオレンティーナ、マンチェスター・ユナイテッド FC、オリンピック・リヨンを下し、決勝でインテル・ミラノに敗れて準優勝に終わった。2012から13シーズン終了後、契約満了のため、フルスのゼニトに復帰が決定した。 2015年7月6日 FC カイラトに移籍した。ウクライナ代表には2000年にデビューした。2006年のドイツ W 杯ではベスト8に進出した。チュニジア戦ではマンオブザマッチに選ばれた。2008年の UEFA 欧州選手権は予選で敗退した。ありがとうございます。